しかし、前回ですね、こう目指すべきは、ここで跳ねる項ですと、いうふうに申し上げましたけど、じゃあ、こっちの項は何が良くないのか。こんにちは、柳沢です。前回までの2回で、1号マスの最も重要な、変化である2の2の置きですね。これの変化を見てきました。で、今回も、その続きなんですけど、前回のね、カバーしきれなかったところを補っていきたいと思います。前回ですね、白がこう、つけた反対側から跳ねるのが、大事ですと申し上げましたけれども、じゃあこれ、つけた、そちらから、跳ねてしまったらどうなるのかということなんですけど、これは、白を、こう、ぶつかりまして、今黒をこう打つしかないんですけど、ここに白がね、跳ねまして、で、繋いでおいて、で、これ、石ですよね。石は生きてる形ですから、黒失敗です。じゃあ、今この跳ねててね、先にここに、ぶつかったら、どうかっていうことなんですけど、これにですね、もし、先ほどと同じように白を、こう跳ねついでくれれば、黒は今度はここに打って、こうなれば、これは5目中で、で、白死にですね、この形はね。これさっきは白が、白石がここにあったわけですよね。この形との違いを感じてください。ですから、白もね、ここでこう、跳ねずに下がる方が正しい受けになります。で、ここでも黒、この白石をね、こうやって取りに行くのは、これ前回良くないことを解説しましたけれども、ここでも依然として良くないですね。こんな風になって、ここがね、一応項の形ではあるんですけど、その白を取るまでにちょっと道のりが遠い項になります。ここで、今度こそ、こう跳ねまして、白がこう来たら、ここで、こう打つと、やはり白にこう立って、これ石ですから、さっきと同じ形ですね。こっちに打つのが大事ですね。で、白は、こっちから、取りに来ちゃったりすると、ここに打たれて、これ、死んでしまいますから、白も、ここに放り込んでいくようになると。で、ここの項争いになるということですね。これ本項ですよね。つまりですね、こうやって、こうやって、ここでぶつかったら、これ白が跳ねるわけなんですけど、ここで下がるとね、戻りますよね。ここで越えれば黒、さっきと同じ形で項になるんですけど、これは白、跳ねる方がいいと。いうことで、この跳ねが失敗なんで、こうぶつかるんですけど、ぶつかられた時は白下がらなきゃいけないと。こういうことなんですけど、このように同じような形なのに、手順によってこう話が変わってきたりするっていうのも、この1号マスの難しいところじゃないかなと思います。で、そういうわけで、実はこのぶつかりでもね、こうになるんですよね。これでも黒線こうなわけですから、死活の答えとしては、これでも正解なわけです。しかし、前回ですね、こう目指すべきは、ここで跳ねる項ですというふうに申し上げましたけど、じゃあ、こっちの項は何が良くないのかっていうことなんですけど、まず、この、項はですね、白、こうやる図をさっき示しましたけど、こういう受けの方が、少しいい場合がありますね。こうやっても黒つないで、白つないで、結局、ここに打つと、いうことになります。で、ここに放り込んで、こうになるんですけれども、ここの、ダメが空いていたとすると、これ黒が取ったときに、こちらから当たりされて、これ押しつぶしで、黒、ダメですね。白無条件に来ということになります。それとですね、このコウっていうのは、黒がね、取って、コウをね、黒が勝ったとしましょう。こうやって繋いで解決するしかないわけですけれども、この時にですね、この、死に方ですと、まだ、ちょっと白に利用価値が、残るわけですよね。単純に、白から後でこの取りが功罪として使えるわけですよね。取ったら黒、次ここに打たなきゃいけないので、白からいつでもこれ功罪として、使えるということになります。それからですね、この五目中でっていうのは非常にこう、手数が長い形ですので、こう、白石がね、この黒の周りになんかこう、来た時に、ちょっとこれ、攻め合いですよね。この白とこの黒の攻め合いになることを、ちょっと心配しなきゃいけなかったりするんですよね。前回やったですね、この羽の方ですよね。この子の、形ですと、これ黒が勝った時に、もうこれ白から、もう何にも、利用価値がないですよね。
まあ、これならこう、外側にこう、白石が来ても、もう全くビクともしないわけですけど、さっきの形はちょっとビクとするという感じですよね。まあ、そういうデメリットがありますので、まあ、このぶつかりの子っていうのは、実戦では、基本は選びません。それからですね、ここで、まあ、跳ねると言ったんですけど、ここで跳ねずに、例えば、ここに打ちますと、これこう下がられてしまって、これはですね、まあ、こう放り込めば、まあ、こうなんですけど、この、こうの形っていうのは、まあ、一回こう、継がれておいて、これ万年こうという形になりまして、まあ、こう、黒からこの白を取るためにすごい道のりが遠いですね、この形は。まあ、あと、ここでこっちから放り込んで、取ってもう一回放り込むという、まあ、これ二段こうにする、こともできますけど、これも、非常に、まあ、白がだいぶ有利な、こう、になっていますね。あとは、まあ、こう下がったら、まあ、ここに打っておいて、ここに打つ手とここに打つ手が見合いで、白が生きとなってますし、こうやって、こうやって、こうやったらどうかっていうと、これは、このまま白、放っておいて、これで、石の状態ですね。ですから、まあ、これも、うまくいきません。あと触れておく手としては、まあ、こう下がりですかね。下がりに対しては、白、まあ、ぶつかっておいて、まあ、こう打ってもこう打っておいて、これは、まあ、石ですよね。はい。というわけで、まあ、この、置いた、変化の主要な、進行はほぼカバーできたかと思います。まあ、これまで3回この1号マスのテーマでやってきましたけれども、初手でね、置き以外にもいろいろあるっていうのも、まあ、一番最初に、言ったんですけど、いろいろある中のこの置きだけで、もうかなり情報量があるので、やっぱりこれ皆さんがね、1号マスが理解できなくて困るっていうのはもう、まあ、困るわけだなと、改めて思いました。まあ、1号マスはね、実践ですごくよくできる形なんですけど、理解ができてないと、1号マスができそうになった時に、わぁ、1号マスになったらどうしよう、やだなと思いながら、打つことになりますよね。まあ、ですから逆にそこに自信が持てるようになれば、そこに至る過程にもですね、影響して、とてもプラスになると思います。やっぱ苦手意識があるとね、こう、1号マスを避けるために、本来打ちたい手が打てなかったりとかしますのでね。はい、というわけで、まあ、まだまだこのシリーズは続きそうですけれども、今回は、以上にしたいと思います。この動画が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録、Twitter のフォローも、ぜひお願いします。ご質問はコメント欄か画像が送れるフォームを作りましたので、そちらからお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。